朝ですが、ひながまだ泣いてますね。これ1時です。飲入種、外来生物ですね。喧嘩してましたね。なんだこの頭、白いね。おもろいなこれ。いました。左の方に、肩黒飛びです。止まってくれ。おお。止まらない。止まってくれ。お、よし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 。止まっております。肩黒飛びです。顔が確かに肩黒だ。うわ、めっちゃそのパンパンじゃん。マジ、本当だ、膨らんどる。肩黒飛びでございます。ここ石垣では同じをしております。はい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 。シャープな見た目だし、ちっこいし、これめっちゃ人気出そうだけどな。人気ですか。こんな綺麗。もうすごっ。なんか ロッドロッド調というか炎のようですな。燃え上がって、あ。というわけで朝バタバタしましたが、与那国に向かっております。与那国島ですね。まあ実は石垣経由地で、まあ、1日しかなかったんですけど、目的は与那国です。はい、様子見ていきましょう。
与那国島です。断崖すぎるなこれ。断崖だねこれ、ものすごいね。港で釣るしかない。港はでもありだよ、なんかいろいろ釣れるらしいね。卵ジュースです。おお、なんじゃこの色。え、これジャックオアゲハなの？きれい、こんな色になった。普通の長銀。どうでしょうか、暗すごいな。海からの風にこう羽をうまいこと合わせて困ってるな。馬です。痩せてるように見えるな。実際与那国よ。なんか和牛にしては穏やかな顔をしているような気もするな。これこの辺のアダン、牛馬に食われてるんでしょうね。これかなり採食圧が高そうですね。こっちも盆栽見たくなってますね。これすごいとこにいますね。これでしょうかね。ダヒバリ。小馬です。もしゃもしゃ食っておりますな。あ、小馬がアダンを。ジローとしてやめたりしてる。なんかすごいこうちょっと日が傾いてきていい感じに淡くなってる。マミジロータヒバリ。これでわかるかいな。